結局実話が一番怖い。どうもシークエンサーともです。ということで今日は心霊映画レビューのコーナーなんですが、ちょっと映画以外のもので、これは怖いよ、これは見た方がいいよっていうようなちょっとおすすめのものをまた見つけてしまいました。いつもの通りネットフリックスでございますね。こちらホーンテッド衝撃の超常現象ラテンアメリカ編というものでございます。まあネットフリックスオリジナルシリーズのまあドキュメンタリーではないけれども、まあある程度史実にのっとって忠実に再現した再現 VTR というものが内容としてはまあメインなんですけれども、再現 V だと思って侮ることなかれ、これすんごい面白いです。めちゃくちゃ面白いです。なんかね、面白いっていうのプラスめちゃくちゃ怖いっていうのプラスマジでっていう驚きにも満ちてるんで、もしまだ見てない方いらっしゃったら僕のこの動画見て、あ、面白そうか思うと思ったらぜひぜひ見てみてください。それでは行ってみましょう。レッツゴー。というわけでこちらホーンテッド衝撃の超常現象ラテンアメリカ編、まあこちらシーズン1シーズン2とラテンアメリカ編と、まあいろいろあと映画というかまあ長編もあるのかな。まあとにかく世界中で起きている、アメリカを中心に世界中で起きている、怪奇現象を体験者の話を元に再現するというものがこちらの内容になってるんですけれども、まずラテンアメリカ編の第1話、こちらねとりあえずきっかけとして見てもらえると面白いと思うんですが、まああるメキシコに住んでいた女性が体験し、そしてその家族にも悪霊というか怨念みたいなものの悪さがバーッと飛散してくるっていう、これがね、まあまずその体験者本人、その家族、とにかく心霊体験をした人たちがちゃんと顔出しで出てるんですよ。で1個カメラが回ってるところで、あの時こんなことあったよね、うんそうそうってみんなで共感してるわけですね。だから一人の人が私はこんな体験をしました、こんな風になったんですって言っているのとはちょっと違い、いろんな人が共有できたっていう、本当に多分そこにあったんだろう恐怖っていうものが再現されていくわけなんですよ。で、まあ起きる出来事としては多少の脚色はあります。おそらくここまでまざまざとなんかお化けモンスターみたいな感じでは多分なかったんだろうな。でもまあちょっと怖くね、あの見せ物として面白くするためにこうしてるんだろうな、もしくは分かりやすくするためにこういう表現にしてるんだろうなっていうところは多少あるんですけれども、基本起きた出来事としては本当にその通りのことが起きていると思います。はい、っていうか再現されてると思います。でまあ結構ねリアルなんですよ。うん、まあ例えば悪魔だとギャーって出てきたりとか、日本の化けでもまあ貞子かや子みたいにグワーって出てきたりとかするでしょ。そういう身に迫るっていう感じではなくて、物がバッてラップ現象的な感じで動いたりとか、もしくはカメラでスッて引いてると本人、動いてる本人は気づかないんだけど実は後ろにいるとか、本当になんか幽霊っぽい、なんかかなり身に迫ってくるようなエッセンスがかなりたくさん散りばめられているんですね。で、最も僕がこの1個目ラテンアメリカ編の1話目を見て感心したところは、憑依される人とされない人っていうのが別々にいて、それぞれに理由付けがあるんですよ。1人女性の人がまあ基本的にはメイン、体験者のメインとしていて、その人のお子さんと再婚相手の人と再婚相手の人のお兄さんとっていう人がまあみんな心霊体験をするんですけれども、メインとしてはお母さんなんですね。でメインとしてなぜお母さんかっていうと、大概の怪談とかこういうドキュメンタリーってさ、なぜかこの人みたいな感じじゃないですか。そうではなくて、その主人公的な扱いのお母さんは昔臨死体験をしてるんですよ。いや麻酔で心臓がキュッて止まっちゃったっていう経験があって、魂が肉体から離れた経験があって、自分の体を俯瞰から見た記憶っていうのが残ってるんですね。つまりちょっと魂と肉体というのの結びつきが緩くなってしまってるんですよ。だからこの緩くなった隙間にその心霊ハウス、まあある家のお化けたちっていうのが入り込む隙があるんですね。出来事はあるメキシコにある家、この家の中に入るとみんな心霊体験をするんですけれども、この家の中で憑依されそうになってる、もしくは憑依された、で自分の体が誰かによってわーって動かされたっていう風な経験をだって体感するのはこのお母さんだけなんですよ。お父さんも髪の毛を引っ張られちゃったりとかいろいろするんだけれども、自分という人格そのものが変わるのはお母さんだけなんです。だからお母さんが主人公って扱いになってるし、それにはちゃんと理由がある、なんでなんだろうっていう漠然とした感じにはならないんですよね。でお母さんの前半は人格が変わるっていう感じなんですよ。
子供が2人いて、ちっちゃい子供が2人いる、男の子が2人いて、その子たちの面倒を見てたらお母さんがうわーってなんか怒りっぽくなっちゃったりとか、野菜をトントントンって切ったりとか、なんか幻覚を見たりとか、ここまではぶっちゃけあちょっと育児的に疲れちゃってるのかなとか、子育てシングルマザーですごい大変だから疲れちゃってるのかなとか、幻覚見え始めちゃったのかなとか、それで子供に怒りっぽくなっちゃって、子供もあの時のお母様怖かったよって言ってるんだけど、それもまあなんかそういう理由があるんじゃないかなっていうふうに感じるんだけれども、あやっぱりこれが心霊現象なんだってなったのは、その家を一旦出てからなんですよね。実はあまりにも怪奇現象が起きる、私もちょっと精神的におかしくなってる、このままじゃ子供たちに何するか分かんない、よしこの家出ようっていうことで出るんですね。で出てある男性と出会って再婚するんですよ。でなぜこの男性と再婚するかっていうと、この後の旦那さんっていうのは心霊とかオカルトとかっていうのを全く信じない人なんですね。もう家計的に全員そんなのあるわけねえだろっていう風な考えの人なんで、だからこの人と再婚しよう、でこの人と再婚したからにはちょっと家をね2軒持っとくっていうのも大変だから、元のあの心霊現象が起きる家に戻ろう、きっとこの人ならなんとかするだろうと思ってたら、結局その人も結構な心霊現象を体感してしまって、全く心霊信じてない人ですよ。この人がもうこんな家にはいらんないっていうぐらい、自分たちの元に新しく生まれた赤ちゃんに被害が出ちゃったりとか、恐ろしいラップ現象が起きたりとか、さっきもちらっと言ったけど髪の毛を引っ張られちゃったりとかっていうことが起きるんですね。でもうこんな家にはいらんない、パーって出ていこう。で兄貴なんか家探してんだろ、あ探してる探してる、よかったら1個空いてるからいるよ、いいよ行けよ行けよみたいな感じになって、でお兄ちゃんもあ分かった行ってみるわっつって、再婚相手の人のお兄ちゃんも行くんですよ。でもういいじゃん、綺麗な家じゃん、家具とか持って最高じゃんと思ってたら、完全に子供の霊を見てしまうんですね。で完全に子供の霊を見てしまって、うわ怖いというか、なんか切ない苦しい。でもう一個丸焦げの幽霊みたいなのみたいな、うわこっちは怖いやばいみたいになって、すごいもう俺ももうこの家にいるのは無理だわっつってバーって出てっちゃうんですよ。だからあこの家で起きてたことはお母さんの主観の出来事じゃなくて本当に心霊現象だったんだってなるのが、みんなその幽霊とかを信じない人たちが体験して、なおかつ相手の感情まで分かるようになってくるっていうところなんですね。で後半分かるんですけれども、ある霊能者ヒーラーだったかなっていう人の話を通じて、あ怖く感じるのと感じない幽霊っていうのがいたのには理由があったんだ、このお化けたちっていうのはみんなが怖いわけじゃない、生前悪かったっていう人は見たら怖いし嫌な気持ちになるし、生前苦しんだ人っていうのは見てて苦しい気持ちになってしまう。でこのドキュメンタリーすごくいいなと思ったところが、一番最後に私もこの子たちの母親だから、未だにあの家にいる悪霊は別として、苦しんでいる子供の霊のことを考えると未だに胸が苦しくなるのっていうふうに言うんですね。幽霊が出たっていうことをただただ怖いって言うんじゃなくて、それにはちゃんと理由がある、憑依されるのにも理由がある、そして苦しんでいる幽霊というのはただただ怖い存在というわけではない、いろんな理由付けを幽霊にしてくれることによって、ただ幽霊が怖いっていう VTR じゃなくって、幽霊にも生前人間だったという記憶があるし、立場があるし、どういう存在かっていうのはみんなバラバラなんだっていうことなので、それを理解させてくれるから、あなるほど、じゃあこういうとんでもない家はあるんだ、でもそれには理由があるんだ、そしてそこで苦しみ続けている人がいるからなんとかしてあげなきゃいけないんだっていう、いろんな感情を幽霊に最後に感情移入させてくれるような映画になっている、映画というかまあドキュメンタリーというかなんか再現ドラマというか風になっているので、なんかいろんな視点から見て、怖いけど悲しいけど苦しい、でもこんなことが世界中のどこかで起きているんだ、ちょっと感じた最後どこかで起きているんだっていう風になるので、あこれはドキュメンタリー、反ドキュメンタリーとして結構僕のチャンネルとか見てくれてる人にはみんなに見てほしいなっていう風に思ったんで、もし興味あったらぜひぜひ見てみてくださいという話でございました。いかがでしたでしょうか。これかなり長いシリーズなんで、まあ幽霊以外のものもあるらしいんですけれども、かなり興味深いなってなったものはこれからも僕のチャンネルでちょっとレビューしていけたらいいなと思っているので、まあ中にはねいまいちなものもあるかもしれないけれども、結構僕は気に入りました。なので、面白いやつはこれからガシガシレビューして、そして応援し皆さんにおすすめしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんもね、幽霊だっていうだから怖いっていうんじゃなくって、相手の気持ちになって立場を考えてちょっと違う視点を持ってみながら、素敵な生き量ライフをお過ごしください。またお会いしましょう。バイバイ。